世界にも
この信仰の光というのをこの出ていきなさいとおっしゃされます。この一つ一つをこの丁寧に感謝し、また与えられた言葉に立ち、信仰の告白を成し続けていきなさいとおっしゃされます。確かにこの問題や困難において、最後の徹底し感謝を成していきなさいとおっしゃは語られます。この感謝できないと思ったとしても、この感謝を成していくときに主が感謝する力をもこの与えていくとおっしゃは語られます。その中においての主の計画というものを、また主の言葉というものをさらに受けていきなさいと主は語られます。この今年度胸に与えられた御言葉と同時に、ここにこの与えられたこの御言葉に関しては、さらにこのしっかりとこの信仰の歩みをなし、その言葉に従ってこの色を聞き従うときに、お一人お一人においてもその言葉の成就というのをこの今年度見ていくと主はおさられます。確かにこのビジョンに向けて、この主はこのさらにこの信仰の土台というのをこの一人一人においても強め導いていっているとおっしゃされます。この徹底してこの祈り続け、また日々なすべき事柄を忠実に全うしていきなさいとおっしゃされます。主は一人一人をさらにこの祝福し、また祝福ある人生としてさらにこの持ちようとしていると主は語られます。それにこの一つ一つ起こる事柄において、主のこの許しなくしてはこの起こらないことを捉え、この感謝を強めていきなさいと主は語られます。さらにこの中においての主の恵みと祝福が注がれていくのを体験していくと主は語られます。またこの昨年度にこの語られた御言葉に対しても、この今年度もこの継続して主はこの語られていることを覚えて、さまざまなこの状況、また困難の中にあってもこの感謝を捧げ、賛美を捧げ、この一人お一人その状況の中でのこの神の言葉を受け続けていきなさいと主はおさられます。確かにこの神から来た言葉は必ず成就し、また主の栄光を、この主の栄光が大きく表されていくと主はおさられます。それではさらに賛美を捧げていきたいと思います。賛美します。この賛美の時をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。さらにこの礼拝を豊かに祝福し導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。それではお祈りの時をお持ちいたします。それぞれの必要のために
各自黙祷のうちにしばらくお祈りください。お祈りの時はそこまでとしていただき、再び共に賛美をしてまいりましょう。それでは主の祈りを共にお祈りしましょう。慣れてない方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試み合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは
限りなく汝のものなればなり。アーメン。それでは聖餐式をパウロ秋元牧師に導いていただきます。よろしくお願いいたします。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でも、それがまだ洗礼を受けられておらなくても、イエス・キリストをご自分の救い主と信じ告白されておられる方々にはこの式に受かることをお勧めしております。ですからイエス様をご自分の救い主と信じ告白されておられる方々はぜひこの式に受かっていただきたいと思います。またインターネットの見ておられる方々の中で、この聖餐式に加えたいと願っておられる、またイエス様を告白された方々はですね、ご自分でパンとブドウ酒、またブドウジュースを用意してこの式に加わってください。お祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒またブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒またブドウジュースを豊かに祝福してください。私は人々に恩川と恩知の恵みを表してください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。それではしばらくの間共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。イエスはパンを取り、祝福しのちこれを先彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。共にキリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。どうぞお願いします。
太郎様、この生産の恵みをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。生産の恵みを預かりますとは、感謝の献金の時を申し出します。神の国と神の義を賛美しつつお願いいたします。それでは献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。恵み深いイエス様、献金の時を感謝します。主が私たちに与えてくださったごく一部を今御前にお捧げいたしました。この献金を主が清めてくださり、報いのためにどうかお役立てください。またお捧げしたお一人お一人を主が覚えてくださり、日々の生活を、信仰生活をお一人お一人を主が覚えてください。私たちの生活を豊かに守り支え、日々の信仰生活をさらに祝福してください。感謝します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお読みしたいと思います。本日の聖書箇所はテサロニケ人への手紙第15章16節から18節。テサロニケ人への手紙第15章16節から18節になります。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の403ページ、第2版の聖書のお持ちの方は新約聖書の367ページになります。それではお読みをしていきます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。この箇所からこの後特別賛美、そして賛美に引き続きパウロ秋元牧師からメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。